はいえー、と前回の動画ではあい,いくらいい内容が含まれていても、えー、それがちゃんと相手に伝わらない文章であればあレポートとしては評価されないというお話をしましたなので分かりやすい文章伝わる文章を書きましょうということを、えー、言ったと思うんですけども、まあ、そのことを今回はもう少し具体的にやっていきたいと思いますでポイントとしたら、まあ、タイトルだとか章だとかパラグラフだとか まあそういうえーと文章のえーと構成要素にえーとちゃんと注目することが大事ですよっていうまあそういうお話をしたいと思います。分、まあ、かりやすい文章っていうといろいろとキーポイントになるとこ,ことはあるかと思いますがまあ当然ながらまあ正しい言葉遣い正しい用語の使い方をえしていないとえ伝わらないのは当然ですし。 うん、一文一文で長,長くなってたりと一文一文がものすごく長かったりすると,、えー、とその文章で何をその一文で何を言ってるのかよく分からなかったりするだからまあ、えー、と適度に、えー、短くしなければいけないっていうのがまあ,あ2つ目のポイントだしでまあこれよりも、えー、と今回は特に気をつけておきたいのは えと文章にはある程度型っていうのがあってその型通りに、えー、文を、えー、ちゃんと構成していくっていうことを、えー、やってあげた方や,や,るやらないと,、えー、と伝わりやすい、えー、分かりやすい文章にはならない逆に、えー、とその型がどういうふうな形、えー、ものなのかっていうことを理解しておいてでそこに、えー、と当てはめるように文章を作っていくと。 非常に分かりやすい文章が、えー、短時間で作れるっていうそういう、えー、技術になるのでぜひ覚えておいてほしいところになります。まあ、特に、えー、と章の、えー、を作るだとかパラグラフを作るとか、まあ、そういうことになります。でまず文章っていうのは、まあ、長くなってくると,、えー、とどこに何が書いてあるのか、うん、少しずつ見にくくなってくるからあそれにを、えー、と章に分けて えーっとどこに何が書いてあるかっていうのをきちんと示すということをしますしえまあ小っていうことをきちんと決めておくことで何をどこにえーっと書くかまあおおよそまあ決めているわけですね。で読者っていうのはあーたど,どういうふうにこれを使うかっていうとえーっとまあ えっと、頭の方から一つ一つ読んでいってくれるわけではなくてざっと読んで、えー、とこの情報欲しいなって思うところに、えー、目を走らせてでその、えー、欲しい情報をつま、えー、んで読むっていうふうな読み方もするわけですね。だからうーん型にはまっていないとざっ、えー、と,と読んで理解するっていうことを,をやるのになかなか難しいことになってしまうし。 えー、逆に型にきちんとはめているとどこに何が書いてあるか分かるので、えー、とまあえっ、ー、と、えー、最初の方を読んで次に真ん中あたり読んでで疑問に思ったら少しまた前に戻ってとか、まあ、そういうふうに、えー、とかいつまんですごいスピードで、えー、と書いてある、えー、内容を把握することができるまあ速読したり、えー、流し読みしてで情報をつかむということが、えー、やりやすくなるわけです。 なので、えー、と型っていうのをある程度知っておくっていうことは、まああのえー、長い文章を書いたりで、まあ、こういうきちんとした論文を書いたりする上では、まあ、非常に役に立つことになります。で、えー、と前回お話ししたように、えーとまあ、卒論とかの論文から、えー、研究型のレポートから研究型のレポートから研究型のレポートから それから説明型のレポートまでまあいろんなレベルの文章があります。でえと論文になってくると長さはどんどん長くなるし細かいことも書いていかなければいけない。でそれに対して説明型になるとまあ比較的短いものでも OK ということになります。でまあ,あのこの3つに分かれてるわけじゃなくてこの間ぐらいのえーと課題もえーあって、え。ー まあ、あの問題によって、えー、と説,明型説明型と,、えー、と研究型の間ぐらいの、えー、レポートのこともあるしまあそれはあの課題ごとによって違うとは思いますけどもレポートの出され方によって違うと思いますけどもまあおおよそこういうことになっているだろうこういうことになっていますよっていうお話です。で、えーとまあえー、まず、うん、と全部入ってる論文に ついて、えーまあ、ざっと見ていくと,、えー、と大抵どうなってるかっていうと、まあ、まず必ずタイトルはあります。でえっ、ー、と、えー、卒論とか修論とか博士論文とかになってくると、まあ、目次があることが多いけども、まあえー、と短い卒論だったら目次いらないこともあるかと思います。でその次に「えー、と要約」っていうのがあってこの論文で何をやってるかっていう説明を。 しますでその次に、えー、序論っていうのがあってその序論ではまあどういう問題を取り扱うかっていう説明ですね。で本論でうんといろいろと,、えー、と自分の使った方法であったり、えー、そこから、えー、実験したらどういうデータが出てきましたっていう話であったり、えー、それをどう考えますっていうふうなディスカッションの話であったりそういうのを書くっていう本論があって。 で最後にその結果を受けてまあこういう結論に達しましたというふうな結論を述べると。でそれに付随してえとまあこういうデータを持ってこういう議論しますとかうんこういう結果が出ましたっていうふうなまあデータを示すもしくはこういう議論をしますっていうところを,をやるんであればえ参照文献参考文献であるとかそういうものを。 要するに自分がこういうふうに言いますっていうことの根拠っていうのを例えば図表であったり参考文献であったり示すっていうことは必ずまあここで必要になるわけです。で、えーとまあ、研究型になってくると、まあ、目次とか、うん、と要約みたいなものは一世いいいえー、A4 に1枚とか2枚とかのレベルだと思うので、まあ、目次とか要約とかつけてたらあっという間に、えー、とスペースなくなっちゃうので。 だいらまあだけど意識してタイトルどういうふうなタイトルにするかなぜ今の問題に取り組むのかえっ、ー、とまあここはないとダメですよねえっ、ー、とこれレポートの中心的なところなので本論は絶対いるんですけどもまあそれをまあこういうふうになりましたっていうだけじゃなくて、えー、最終的に結論はどうなのかそしてこの本論を言うために えー、僕らはどういうデータを持ってるのかっていうふうなのをちゃんと示していくっていうことが、えー、大事です。で説明になってくるとさらに、うん、書かなくていいことが増えてきてまあ場合によってはタイトルもいらなかったり、えー、序論も、まあ、あのいらなかったりします。で、えーとまあ、この本論のとこだけでいいよとか場合によってはデータいらなかったりでもまあ,あのこいろんなことを言うん,言うんであれば。 えと文献からえー、まあうん、といろんな本を読んだり、うん、論文を読んだりしてそこの情報を使って書くんであれば引用文献はまああの書くべきですね。でそういうことがあります。で、えー、と論文の場合だったら更にえと謝辞を、まあ、あと手伝ってくれた人に感謝するだとか。 えー、研究費だとか、まあ、そういうのがあったりするし、えー、自分のじゅ、えー、研究所の住所であったり自分の所属であったり、まあ、当然名前であったり書くわけですね。で、えー、と学生さんのレポートだったらあ、うん、と自分の研究室はどこだとか学科はどこだとかあと学生 ID は何番だとか、うん、とせっかく書いた、うん、と自分のえっ、ー、とえー レポートが、まあ他の人のレポートと、まあ、勘違いされないようにちゃんと、えー、同じ名字の人もいたりするので、えーまあ、学生 ID もちゃんと書いとくとか、まあ、なんかそういうような、あのー、形上の工夫は、まあ、あるかと思います。でこういうふうに、えー、と大体どういうふうな構成で、えー、と書いていかなきゃいけないかっていうのはあ大体考えら、ー、とい えー科学,えー、学術的な文章だったら、まあ、大体決まっているかと思います。でまず、えー、とタイトルなんですけどもやっぱりレポートのテーマちゃんとキーワードが入っているかで、えー、とこれから言うことの、まあ、要約になるようなあ書き方になってるかどうかっていうのはちゃんとポイントとして入ってくるかと思います。 で序論ではまずどういうことを言うかっていうと,、えー、とレポートのテーマの説明でなんでこういう問題を扱うのかっていうふうな、まあ、そういう背景であるとかうんそれの重要性であるとかそういうことを説明するっていうのが、まあ、序論になります。で本論っていうのはあまあレポートの中心になるところでまあこれは課題,課題ごとによって、まあ、いろんな、うん、ことがあるので難しいんですけどもまあうんと えー、課題に合わせて、まあ、例えば実験の説明だったら実験の説明をするし、えー、と実験の説明があった後に実際結果を出したんだったらその結果の説明もするし、えーまあ、そういうことを、えー、ちゃんとやっていくというのが、まあ、本論になります。で最後の結論というところはあ本論を受けてこの問題の答えをちゃんと述べるという,こ,うこのちゃんと対応してるというところがえー ポイントににななっています大事になりますす大事りだからこっちで挙げた問題をちゃんとここで答えていないと、えー、こ,のこれは文章として一体どういうことを言いたい文章なのかよく分からなくなってくるのでうーんちゃんと、えー、この論のところで、えー、挙げた問題点に対してきちんと、えー、最後にはあ我々はこういう答えを出しましたっていうふうに僕はこういう答えを出しましたっていうところまで 持ってくるのがポイントになるかと思いますで、えー、とデータなんですけども、まあ、この本論のところでいろいろと、えー、情報を出したりデータを,データを出したりいろ、えーまあ、んなことをこの本,本,本,部本論のところで述べるわけですけどもそれの根拠となるものをちゃんと示しておくということは非常に重要なポイントになります。 でそれがまあ自分の、えー、実験データっていうこともあるあるかと思いますしもしそれが自分の実験データなんであればえっ、ー、とどういう方法でやった実験なのかということをきちんと説明するということが必要になりますでも当然まああのー、実験しなくは全然していないけどまあ、過去の文献から調べていろいろと書くっていうんであれば自分はどういうふうな文献から 情報を得てこの文章を考えたのかこの文章にしたのかっていうことを示すことが必要でちゃんと最後に参考文献のリストっていうのを作ってそこに実際に参考にした文献を追加しておくということが非常に大事なポイントになります。 要するに根拠がないと,、えー、と科学的にそれは本当に正しいのかどうなのかということがわからないので必ず、えー、こういう根拠を持ってこういうことを言いましたっていうふうに言っておくということが大事だと思います。で、えー、じゃあそのことが分かった上でじゃあ実際に文章を書いていくにはどうするかっていうと頭からまず書き始めましょうっていうんではなくてまず文章の設計図を作る必要があります。 でえーとまあ、その文章の設計図を作るにあたってまず、えー、といろんなキーワードがあった方が分かりやすいので、えー、とその前に、えー、とブレインストーミングをしてキーワードをいっぱい、えー、書き出して、えー、ノートとかに書き出しとくっていうことは、まあ、あやってもいいかもしれません。まあ、こただこ今回はここちょっと割愛しますけども、えー、とまずは、えー、自分が持ってる材料、うん、キーワードっていうのを しっかりと、えー、書き出しておくということは一つポイント、えー、作業がやりやすくなる、えーとえー、コツになるところだと思います。で、えー、と例えば、まあ、どういうふうな課題を考えようかも思うんですけども、まあ、例えばあと授業でなぜ、えー、とタミフルはインフルエンザを治すのかを調べて議論しなさいみたいな。あー 課題が出たらまずタイトルのところにインフルエンザ薬タミフルの作用のメカニズムみたいなうーん分かりやすい、えー、これからあ例えば調べなければいけないこと考えなければいけないことっていうとものをちゃんと的確に、えーえー、と表してるようなタイトルをつけることが必要になります。でその後上で書くことっていうのはこうですよと。 本論でいっぱいこうまあこううちょっとかなり短く書きましたけども、えー、とここにいっぱい書くべき内容を上げていくっていうのが次の作業になります。例えばインフルエンザについての情報を書きたいでそ,れそれから、えー、とウイルスについても書いておかなければいけないとか。 でタミフルについても書いておかなきゃいけないとかまあこういうふうなあの序論として言わなきゃいけないことを、まあ、バーッとリストアップしてでその順番に書いていけば、まあ、あの序論になるように準備をしておくってことですね。で本論のところではインフルエンザウイルスが、まあ、増殖するメカニズムはどんなものかっていうのをまず説明してで次タンパク質の ノイラミニダーゼっていうのはどういうものなのかっていうのを説明してで次にタミフルとノイ,ノ,イミニラノイラミニダーゼっていうのはどういうふうに相互作用するのかっていうのを説明してまあそこにまあ構造があるんだったら例えばその構造の絵を描いてみるだとかまあそういうような説明の工夫がを入れていくわけですね。そのの結結果最後に結論としてはタミミフルがノイ,ノイラミニダーゼの えっ、ーえー、とに結合することでこういう,こ,う,いうことが起こってその結果、えー、ウイルスの増殖はこういうふうなメカニズムで抑えられますっていうふうなことを最後にもう一度、えー、ここのと内容を、えー、振り返ってきちんと結論を書くということでまあ文章全体が、まあ、成立するわけですでその一個一個のえー 書く文章ですねそれは、えー、と章の中はまあだらだらと文章がつ、えー、文が続いているわけではなくて、えー、いくつかのパラグラフで、えー、と構成されています。で、まあ、パラグラフっていうのはどういうものかというとまあ日本語で言うと段落なんですけども。 えとうん、段落っていうよりはもっと、えー、重要な、まあ、意味の塊が科学的な文章学術文章だったらあると思っておいた方がいいかと思います。で、えー、つまりどういうことかというと言いたいことの一つの塊が、まあ、言いたいことの一つの塊が、えー、とパラグラフで一、えー、つのパラグラフごとに一つの言いたいことがあると。 まあそういうふうな文章のルールがあるっていうふうに思っておいて思って,思ってと書いていった方がいいです、ね、でみんな実際にそのルールに従って書いていきます。で例えばまあパラグラフの一つ目でインフルエンザについて書きましょうっていうんであればインフルエンザっていうのは高校な病気ですっていうところから書き始めてでインフルエンザについて知っていることをばーっと 書いていてくわけですけども、うん、でインフルエンザについては「こうこうこうです」って言ったこの最初の文章がまあこの文章このパラグラフで言いたいことになります。で、えっと、その後ろに並んでいるというのはそこの1つ目の文章を補強するような内容がまあどん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 追記されていくというふうな形です。で、えっとまあ、特にこの2つ目のパラグラフとかが分かりやすいかと思うんですけども2つ目のパラグラフになった時にインフルエンザには えー、いくつかの薬がありますと。で例えばタミフルは高こう,こうこうで,で次にリレンザは高こう,こうこうで,で3つ目に、えー、ゾフルーザっていうのは高こう,こうこうでっていうふうな、まあ、こういうふうに、えー、とインフルエンザの薬についていろいろと説明するようなものです。ただ、まあ、これ、えー、と1行目をパッパッと見るだけでこのえっ、ー、と 何個かある文章でできているこのパラグラフで言わなきゃいけないことの内容がここにボンと記述されると「インフルエンザは高こう,こ,うこうな病気です」ああこれからインフルエンザの病気の説明がここに入るんだなっていうことが一発でわかるし「うーんインフルエンザにはいくつかの薬があります」って言ったらここにはその薬の説明がいろいろと細かい説明がいか続くんだなっていうことがすぐにわかると。 こういうようなあ意味の塊一つ一つをどんどん、えー、積み上げていって、えー、と一つの章にしていくと。でそれが組み合わさって、えー、一つの、まあ、論文であったり一つのレポートになるというようなことになっていくわけです。まあポイントとしたら、えー、と言いたいテーマを、えー、と一つのパラこのパラグラフ今書いているパラグラフで。 言いたいたテーマを第一文に書いて2、えー、文目以降でその内容を、えー、と例を挙げたり説明したりするっていうふうなことをやっていきます。で、えー、と読者がまあざっとこう目を通して即、えー、読することを、えー、できるっていうのは、まあ、どこに何が書いてあるかっていうのがざっくり分かる方からで。 うーんまあこういう、えー、と内容を早く理解する鍵っていうのはこういうふうな文章の構造があきれいにできているからどこに目をやったら、えー、と欲しい情報が得られるかというのは分かるというのはこういうことになります。でまあ最後に、えー、と章を、まあ、章の番号をつけてたりその。 を分けてたところをまあ分けなくていいやっていうふうな微調整をしたりするのはまあ全体一番最後に調整して変えることもありますで、えー、と1回設計図を作ったからその設計図はもう絶対に守り通さなければいけないっていうわけではなくてその設計図はえと修正しながら書いていってもいいあなんかロジックがおかしいなうまく文章がつながらないなって思ったらひょっとしたら設計図の方に問題があるかもしれないので。 えっと、設計図を、えー、直すすということもよくありますんで、まあ、設計図を修正するっていうことなんですけども説得力をまあ,あ出す分かりやすくより分かりやすくしていく説得力を出すっていうふうなことを、えー、するために、まあ、設計図自体を変えていくっていうこともよくやりますがあ、まあ、ポイントはいくつかあります。えー、とまず一つ問いと答えがちゃんと合っていないとわけが分からなくなる。 そういうような設計図になっていたらそれはそういうところを修正しなければいけないわけですね。で割とよく、えー、と問いと答えが違うっていうのは、まあ、初心者のやりがちなことなので、まあ、あの気をつけて、えー、とどういう問いを立てたのかどういう答えを出したのかちゃんと一致してるかっていうのを考えてほしいと思います。あと,、えー、といろんなことを、えー、文章で書くんですけどもその根拠がちゃんと示せているかっていうことが えー、その説得力を上げる重要なポイントにななっていますなので、えー、と文献を上げるなり表を上げるなり、えー、と図を示すなりっていうことをやるわけですけどもまああのー、一つ一つの文章に自分はどういうふうに、えー、と根拠をどういうふうな根拠に基づいてこの文章を書いてるのかなっていうことを、まあ、気をつけながら書くっていうことが、まあ、ポイントになるかと思います。 あとは論理展開ですね話のこれがまあ設計図をうまく作れているかどうかのところと関係するすごく大事なポイントなんですけどもこれはどういうことを言ってるかっていうと頭の中のアイデアっていうのはいろんなところに、えー、と考えて結びついてるんですね。アイデアの1番っていうのはこう2番だけじゃなくて3番4番8番っていうのに結びついていたりするし2番と4番のアイデアは、えー、とここの。 6番のアイデアに結びついてたりするしここからまたこういうふうに枝分かれしてるしっていうふうなまあこういうふうないろいろなアイデアのネットワークって張り巡らされているんですけどもえ文章にするっていうことはえと文章を頭から順番に書いていくのでえとこれを一つのえ一次元的に並べ直さないといけないっていうことになります。なのでえ し、まあえー、仕方なく例えばここから始めて、えー、とこう言って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 ,言っ,てっていう,うにまに、あ、このアイデアをこうつなげていってストーリーを作るわけですが、まあ、当然こういう風なストーリーをしていくと無理にこことここを、えー、つなげないっていう風うな、まあ、そういう、えー、とつながりを捨てるという選択肢も えー、分かりや文章を書く上ではもう仕方なくしていかなければいけないところなんですけどもうん、まあ、こういう、まあ、捨てなければいけないところがあるのもまあまあこういうふうにいろんなあ考え方のつながりはあるんですけども自分としてはどういう論理の流れがあ面白いと思うか。 えー、論理的につながると思うかその辺をどうやって、えー、見つけていくのかっていうのがあこういうレポートを通して、えー、と考えてほしいところだし、えー、と自分の頭を整理する一つの、えー、きっかけにしてほしいところに そういう意味でレポートというのはただ調べて文章を書くだけではなくて一生懸命頭の中で自分の知識を整理整頓してより深く理解するということにつながっているものだというものになっています。はい、今回は以上にしたいと思います。